レッスンして足は大丈夫なのあのね足本当はあねほんとは完全にはちょっと治ってるかわかんないんだけどでも早くなんか踊れるようになるように自然回復が3から5倍になるなんか電気治療と注射と,と接骨院でストレッチしていただいたので治ってきました。 E、のアンダーも頑張って全部覚えたよ <laughs> 覚えたけどそう今ね「で出たいです」って言ったら足だって怪我してるでしょって言わちゃった <laughs> 出たいです残るは K2K2 さんのダンス難しいなんキャパシティとか難しいマンモスマンモスじゃなくてなんだっけあれあれあれ

こっちゃんこっちゃん,こっちゃんの秘密を一つ教えてくださいこっちゃん<何>秘密はなんですかです <laughs> 秘密はないらしいですあ、あれかな机の、机の上にあのねクラスのね一番の子の名前書いて打倒その一番の子って <laughs> 書いてある <laughs> それぐらいかなテストで勝つそうですがんばれ <laughs> ケツ推しです初めましてゆっちのアンダー待ってます頑張ります初めましてありがとう頑張るねなぜか一列になることが多いケーツなんかさ自由な振りのとこめっちゃ多いよねおいおいみたいなめっちゃ楽しそうだなって覚えたら楽しいだろうなと思ってあ声がガラガラになっちゃったさっき笑いすぎたこっちのインスタライブで <laughs> ではではではこの間のラジオの続きをっこしていきたいと思います。はいラジオ読ーム読んだ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 ん読んだ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 っんだ読んだ読でだ読ん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 だ 今までで食べたものでしょうチーズチーズのチーズチーズをえな何だろうチーズ料理今まで食べたもので一番おいしいに全部入ってるチーズ え、どれだろうチーズ料理で一番美味しかったやつ。その場でチーズ削って入れてもらったやつかななんかさ、おっきいチーズあるじゃん。丸いチーズ。丸いチーズ削って、パスタの上に散らしてくれて食べた。カルボナーラ。<laughs> カルボナーラって普通じゃん、もう。カルボナーラですカルボナーラです。びっくりドンキーのチーズバーグ美味しい。わかる あるね趣味があります逆に二度と食べたくない料理はグリーンピース <laughs> 料理じゃない料理じゃない待って待って何だろう逆に二度と食べたくない料理はグリーンピース炒めたやつとかグリーンピースだけ食べれないです私最近まで嫌いなものないって本当に思ってたんだけどよくよく考えたらグリーンピース食べれないなと思ってわかんないなんでグリーンピース食べれないんだろう グリーーンピースはいではでは次サクサクと世の中で不思議だなって思ってることは何かありますかえー、世の中で不思議だなえでもね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 も,でもえ何だろう <laughs> なんだろうわかんないみんなは逆にあるあパクチー大好きよ私皆さん世の中で「ゆきなちゃんこんばんはこんばんは」世の中で不思議だなんって思ってることはんだと思いますかえー、なんだろうねえっあでもこれは本当に不思議だなって思うなんか パパとママがなんで両思いになれた <laughs> 不思議ね不思議だよねもう七不思議七じゃないけど、一個しかないけど。何うん。うん。本当になるよね恋愛してたのってなる。私、あの、20年前ぐらいにタイムスリップして二人のデートを見たいですもん。見たいよねえ あの、2人とも寡黙なんでほんとどっちが告白したのかもわかんないしプロポーズのセリフ絶対覚えてるじゃないですかなのに忘れたってどっちも言うしほんとにわかんないほんとにわかんないねどっちもねなんかどっちが先に告白したのって前聞いたことがあるのそしたら「パパはママがした」って言うし「ママはパパがした」ってなんか。 めっちゃそうそうそうそれが私が世の中で不思議だなと思うことです。ていうかうんうんすごいよね。な世の中ね何億人いるのにね両思いになるってすごいですよね。パパとママすごい ゆっちいやゆきの <laughs> 古畑奈おちゃんから実際どう呼ばれたいですかえ前一回ゆきのって呼ばれて本当に心臓止まりそうになったので多分また呼ばれちゃうと本当に心配停止するのでゆっちって呼ばれ奈お <laughs> さんならゆきのでいいです吸気生については待ってゆっちこんばんはこんばんは吸気生についてはまだ詳しくないので 握手会行こうかなとはなりませんゆっちの握手はどんな感じですかああ、へ、えーゆっちの握手は元気です <laughs> どこのレーンよりも元気かも多分落ち着いてる雰囲気の人が好きな人は多分苦手だと思う <laughs> だけどなんかちょっと新しい刺激が欲しいみたいな毎日飽きたっていう人はユ どこ来てくれると多分楽しいよ。びっくりすると思う、びっくりするんじゃないかな。わかんないけど、<laughs> 元気をあります <laughs>。本当に。えっ、ー、とゆっちいじゃ質問ありがとう。白井姉妹はフォーティエイトグループ初の妹が先輩で姉が後輩ですが、ゆっちから見てこっちゃん先輩はどうですか？ へえー、頼れる先輩頼れる先輩かな分 <laughs> かんないうんうんえでもうんこっちゃん先輩はすごいです <laughs> 優しい先輩かどうかは分かんない優しい優,優しいのがないよく分か,かんないですけどえー、っと うん、ちゃんとやるべきことをやる先輩ですあん。私は結構嫌なことあると後回しにしちゃって好きなこと全部終わらせるタイプなんですけど先に終わらせるタイプなんですけどこっちゃんはちゃんとあのね自分がやらなきゃいけないっていうことから一つずつ確実に潰していくのそこがすごいと思う。 ですこっちゃんニヤニヤ中絶対今ね笑ってるよん <laughs> って <laughs> 無,無表情なの今だってゆっちゃん嘘をつけないタイプと見た嘘つけない顔に出るもんねこっちゃんあの無視されちゃったそう好きなものを最初に食べるタイプなの私嫌いなものはね残しとくっていうか食べないうん <laughs> グリーンピースは食べない。こっちゃんまだいるのうん、いる。そこにいる。俺を食べたのもゆっちでしょ。ほんとに違うんだからほんとに違うのなんか、俺はあるなっていうのは思ってた。こっちゃんのお菓子、あの、隠してあるところちょっとたまに開いちゃうんですけど、俺はあるなと思ってた。でも食べたらさすがに、これはバレるソって。 これは大きい袋に入ってるからバレるぞって思ったの。なくなったらさ、明らかにスペースが空くじゃん、そこの。かこれぐらいのね、ちっちゃい飴玉なら一個なくなってもそんなにね、傘は減らないから <laughs>、バレないと思うんですけど、オレオはさすがにバレると思って食べてなかったただなんか、次の日なくなってたらしくて、もう自分寝てる間食べたのかなって思ったけど、いや、食べてないです、私。犯人ミッキーじゃない違うの食べてないもん はい、ひめ、えー、たんあやゆっちそしてスタッフの皆さんこんばんはごめんね今いないけどこんばんは20日の「チーム S 重ねた芦屋と公演」に出演しましたが感想やエピソードがあった聞かせてくださいこれ多分 DMM とかあの、公演にいらっしゃった方は知ってると思うんですけどすずらんさんがねほんとにほんとにねあの、3人とも緊張してどうしようもなくてなんかあ そのひなのちゃんとあやと私で3人で初安打で本当にね緊張してどうしようもなくてなんかうんなんか結構リハとかでも間違えちゃったりしてわーってなってたんですけど本番始まる前にスズランさんがなんか本当に間違えてもいいから全力でやりなって間違えたらうちらがいるし支えるしあの。 大丈夫だからって安心していいよってだから思いっきり楽しみなって一緒に頑張ろうって楽しもうって言ってくれて3人とも号泣しましたそしたら近くさんが <laughs> 近くさんがティッシュ持って行ってくれて泣かないで泣かないでって一人ずつに配ってくれたのを覚えてますかっこよかったですずーランさん大好きですずーランさんとゴルフがしたいです私はゆっち足の具合は大丈夫なのかなうん治って行ったよもうちょっとで完治。頑張るね スダーさんが「研究生ってブログ書いたのえ読んでない読んでない読んでないえ皆さんそれ教えてくれないですか読んでないよ「研究生ってブロック書いてるの分かんないうーんえもう今読めないよね多分読んでえっええこっちゃん頼む。 こっちゃん会員らしこっちゃんに頼もう後で見ますお褒めの言葉は何が好き自分の性格を一言言うとお褒めの言葉は <laughs> お褒めの言葉は何が好きんお褒めの言葉えでも簡単に言えちゃう言葉はやだ可愛いって言われるとうん？他のメンバーにも言ってるなってなるだ <laughs> からゆっちだけって分かる言葉がいいなんだろう 何,だろう何があるかなみんな何があると思うゆちだけっていう言葉自分の性格を一言で言うと自分の性格一言で言うと何だろう破天荒 <laughs> 破天荒でいいよ破天荒にしよう。うん 天然で前年じゃないよ本当に白じゃない <laughs> それお褒めの言葉じゃのお褒めの言葉なのかなよっちが丸番かわいいよえそこは1番ですイチーズマスカルポーネかわいい子が多いからしかたそれねマスカルポーネ明るいあ破天荒うん 褒めて伸びるタイプあ褒めて伸びるタイプ叱られちゃうとどんどんしぼんでいくタイプあでも「元気と笑顔ありがとう」って言われるとちょっと感動しちゃうかも泣けてきちゃうかもしれない嬉しいなんか自分元気と笑顔あげれてるんだって思うとあそういうそういうの嬉しいかもしれない分かった破天荒はあらの破天荒はらのさんなのねじゃあいいよカホコのカホコ カホゴのカホコってよく言われるわかるから <laughs> えなにこっちゃんどうしたペータどうし,したのカホゴのカホコってよく言われますカホコですカホゴのゆきのちゃんですってよく言われる本当におてんばおてんばもいいかもショートカットいいねありがとう 高美月 <laughs> めっちゃ嬉しい嬉しいそれめっちゃ言われると嬉しいほんとに元気と笑顔ありがとうありがとう嬉しい顔護なのかな顔顔護なんですかね私わかんないんですけどねまあまあまあ白池で育ってこう育ちました あ感情性豊かっていいねあ、感受性豊かうんなのかな分かんない多分すぐ泣いちゃう泣いちゃうからうんそういうことにしとこうかほ子みたいな生活し,してるかもしれない分かんないけど <laughs> こっちゃんのショールームからのインスタライブからのゆっちのショールーム全部見れたよありがとう レビーこっちゃんも喜んでる。顔、う、ご、ん、に見えてすごい努力か、嬉しい、嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。ありがとう、顔ごのゆちこさんです。ではではでは。え？パンちゃん可哀想。パンちゃん投げられた。ほ <laughs> らもうさ、投げられすぎて首が折れてる。 首が折れてるんです。バイバイ,バイバイ。いや一人になっちゃった一人やな。うん。パンちゃん飛んでいった。パンちゃん洗ってあげるね。本当に。ピホユ今回イベント的に雪のっていう的。なんかそれ誰かが教えてくれた気がするぞ。 なんかえっユ <laughs> さん倒しちゃダメだよかわいそう<ー>そろそろ洗った方がいいちょっとね黒ずんできたもんねお肌が洗ってあげるねではではゆっちこと白雪のちゃんこんばんは SK48 フパッション 4U ーーコント劇 リクエスト速報第7位ランクインおめでとうあまだ7位の時だラン7位ランクインおめでとうございますありがとうございます上位5人に出演権が与えられるということで今は素直に喜べる順位ではないかもしれませんが最終結果が発表される5月11日は誘致のもとに吉報が届くことを祈っております届きます <laughs> 出演権に手が届く位置にランクインし直後に「s k ィエ4 8担当番組の生放送に出演というのも何かの縁かもしれません嬉しいせっかくの機会ですのでゆっちを応援してくださるファンの皆さんに中間最,初に最終に向けて演説をしてみてはいかがでしょうか <laughs> 待ってこれその時に言いたかったごめんなさい演説ですかじゃあまだランンクインできてない手でえっと <laughs> 私は本当にダンスとか見た目とか <laughs> スタイルもよくないしうん吸気性はね本当にいろんな個性が強い子ばっかりで公園でもねこういう感じに元気よく喋れないし埋もれちゃうんですけどでも演技だったら本当に皆さん が見たことないうん分かんないどうだろうどうだろう皆さんが見たことない私を見れると思うしあこんな子今まで SKY48 にいたっけってなれるような演技をできるように頑張りますので <laughs> なんだろううーんうーん 本当に新たな SK48 の面を皆さんに見せれるように頑張りますのでコント時期協力よろしくお願いしますなんて言えばいいのうん本当にそうハムレットで逃しちゃった時が本当に悔しくて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 だから本当にこんな機会頂けたっていうことは今回もまた絶対に 手放しちゃいけないチャンスだと思うから今回こそは掴みたいですっていうのを言いたかった <laughs> でもみんな本当にありがとうよし P.O.U 頑張る <laughs> ありがとうございます嬉しい。みんな本当にありがとうね本当に嬉しかったの本当にありがとう7月まで少々お待ちください多分 <laughs> まだねレッスンとかも全然まだな,ないんだけど早くみんなの班にレッスン始まったよとかレッスン風景とかね で遅れるようになったら嬉しいなって <laughs> <laughs> 思います今からでも間に合う <laughs> 今からでも間に合う間に合うかな分かんないハムレットの時の涙見て押すって決めたんでありがとうあれは本当に泣きすぎて本当にねすごかったけどそう7月7月多分7月らへんかな 外に出たら研究生とか関係ないからね本当にあのね先輩たちもいらっしゃるので圧に負けないように圧圧に負けないじゃないえっと個性でね負けないように私も白井由紀乃っていうのをちゃんと出していきたいと思います頑張るぞ ははいゆっち特技の一つがゴルフのゆっちですがベストスコアはおいくつでしょうかまた SK48 にはゴルフ部がありますがゆっちは加入されているんでしょうかゴルフ部あるの知らなかった加入してないしたいです特技の一つがゴルフどうしたらさ部活にさそういう部にさ加入できるんだろう ベストスコアはなんかほんとに昔やってたからゴルフは覚えてないんだけど100は切ってたと思うな多分100は切ってたでもそんなねあの70とかそこまですごくない100は切ってたっていうぐらいのねゴルフやってたけどうんランランさんに申告なるほどランランさん ランランさん聞いてみよう今度100聴いてば十分本当にあ海外ゴルフ一回ね一回本当にちっちゃい頃ねなんだっけ忘れたどっかでゴルフしたことあるめっちゃ楽しかった日本とまたなんかちょっと違う感じだった忘れた <laughs> 本当にちっちゃい頃 でも結構ちっちゃい頃はホール回ってなんかゴルフしてたから肌が真っ黒だっただからレモン食べて頑張った研究生でも関係ないから頑張ってありがとう頑張るゆっちこと白雪ゆちのちゃんこんばんはこんばんは短い時間をお借りしてゆっちに伺います 仲がいい姉妹でも時には喧嘩をしてしまうこともあろうかと思いますがゆちとこちゃんどちらが先に謝りますかまた一番長く喧嘩していたのはどんな時ですか自分は一人っ子なので兄弟喧嘩に少し憧れがありますということでどっちも謝らないかも <laughs> どっちも寝て朝起きて普通に喋ってるみたいでも一番長く喧嘩してたのはゆちが たぶんこっちゃんの <laughs> こっちゃんの眉毛片方全剃りしたとき <laughs> じゃないかなわかんない。めっちゃめっちゃたぶんそのときイラついててこっちゃんの眉毛片方全剃りしちゃってそのときはたぶん一番長く喧嘩してたっていうかもう口聞いてもらえなかった。え、でも本当にちっちゃいときよ覚えてないもんめっうてこっちゃんだけで覚えてんのなんかね。 小,小学校小学校こっちゃんが幼稚園児かな分かんないけどあこっちゃん小学校だったかなまあどっちも小学校の時ね2歳差だからこっちゃんが小1でこっゆっちが小3の時かこっちゃんが小2でゆっちが小4の時かこっちゃんが小3でゆっちが小5の時かこっちゃんが小4でゆっちが小6の時どっちかどれかどっちかじゃないどれか2歳差ね当ほんとなんで全部そうちゃんとなんだろう 思い出ない昔の自分に問いたいあと3分教えてくれてありがとうちょっとこれ全部終わらせるぞよし早く行こうはいえー、っと次なんでもなんでもゆっちはラーメンが食べれないとのことですがもしよければラーメンを嫌いになった理由を教えてくださいあのね小学校がねあのー、お弁当制のお弁みんなお弁当か愛知県はねお弁当なんですよとお弁当だったの 膳みたいなでお弁当の時にあのねラーメンが出たことがあるのねでそのラーメンがなんかパックに入っててなんかお湯注ぐとなんか別にラーメンが固まってるわけじゃないんだけどなんかお湯注ぐとラーメン離れるみたいな <laughs> なんかわかるかな焼きそばの素みたいなのが入ってて今日給食給食だったお弁当にラーメンとラーメンの汁がねあったの。それで ラーメン作ったんだけどなんか食べても食べてもなくならなくてなんかもうラーメンが伸びきって本当にでも私の学校なんか全部食べないと掃除全部任されるみたいな小学校だったからう食べなきゃいけなくてでも大嫌いな牛乳,もあるじゃん牛乳毎日出るんですよ。牛乳残ってるしラーメン食べても食べてもなくならないしうわーってなって <laughs>。 なってたの覚えてるよねそこからラーメンが嫌いになりましたそうソフト麺ソフト麺ソフト麺だ私にとってあれがラーメンなんですよダメなの本当にダメでは次令和に変わりましたが自分の変えたいところはありますか自分の変えたいところは、えー、意思わか,か意思強い時は強いんだけど <laughs> うんあのお菓子をとにかく食べ食べちゃうところを変えたいですね <laughs> 次今度ユッチの握手会行くけどユッチの握手は必殺技があるそうだけどどんな感じなのみんながユッチの握手会に行きたくなるような説明欲しいな私の握手は握手は3パターン必殺技があって1個目は王道です <laughs> 王道です2番目はちょっとうるさいうるさいけど元気が出る3番目はあ 自分がやるのも時なんか照れちゃうやつ楽しいよいらっしゃいぜひいらっしゃい多分話す内容忘れちゃうっていう人も話せると思うあタイムリミットありがとうそれ1111時過ぎてますダメ通報されちゃうはいではではえゲストいっぱいありがとうトキさんえっ、ー、と DJ ハリセンボンさん今日めっちゃキラキラ DJ ハリセンボンさんズッキアットマーク白石真丑さんケンタアットマーク1位ドラフト 研究生さんありがとう。埼玉のああ、埼玉のああ、かほさんありがとう。はゆはゆししあやキさんありがとう。そろりあとまきゅうちいぞおちゃくさん。てるじトとまことちいさん。とえキちさん,あり,、えー、さんありがとう。りふとれぴうれぴけえと。いった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 。はしあとまかおもちさんありがとう。うれぴ。 言い忘れてないかしらやばい止められちゃう早く言わないとありちゃんアットマークユッチにチーズさんありがとう言い忘れてない大丈夫かな ?23 時過いても大丈夫多分多分ダメなの多分ダメダメなの頑張る13位ユッチの隣の席イエーイ隣 ゆっちの隣、席ってその席じゃないからそ,その席じゃないよ。こっちのさ、こっちだよ。こっちの席の席だからね。ゆっちの隣の席。ありがとう !12、す介アットマーク。 ユッチーズ一期研究生ありがとう一期一期 !11 位、トラキチさん。10位、スターットマーク。ユッチーズ研究生後輩にほとんどおごらない。キュッチーズ。キッチーズありがとう !9 位、ユキハナ、ユッチー、スキーピーありがとう見てくれて !8 位、ポンサクさん。7位、ケンタアットマーク。ユッチーズドラフト研究生ドラフト帰りイェーイ !9 位、え違う違う違う。6位、アリちゃん。 アットマーク、ユッチにイッチーズ。みんなにイッチーズでしょ ?5 位、ス <laughs> ルリン。アットマーク、ユッチーズ。到着。到着。ありがとう。4位、埼玉の。あー、かほりさん。ありがとう。埼玉県に住んでんのか ?3 位。ズッキーアットマーク、白石まうしさん。やったー。白石まウシインスタライブ見てくれた ?2 位、ハシアットマーク、顔文字さん。ありがとう。位1位、とキさん。ありがとう。トキトキ、とキ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 トキ,トキ,トキ ギフトは握手会楽しかったからお礼で嬉しいありがとうまた握手会でいっぱい喋ろうねうちにコメント呼ばれてう、ね、嬉しかったよお疲れさまやこちらこそコメントいっぱいしてくれてありがとうまた見に来てください群内、皆みなさんしっかり寝てくださいね明日仕事ほんとはさ学生だったら明日やった土日みたいなのになるんですけどお仕事ある人はあるんですよね多分ね頑張りましょう ね、みんな頑張ってると思うけどほんとに頑張るってもうどう頑張ればいいのってなってる人もいるかもしれないけどね一人じゃないよゆっちも一緒に頑張る一緒に頑張りましょう明日の仕置き頑張れ頑張ろう頑張ろう一緒に頑張りましょうねゆっちも頑張ってるって頑張ってないけど私ほんとに一緒に頑張りましょうはいバイバイまた会いましょう おやすみなさい。